最悪。最悪。最悪。あの、撤収始めて、グランドシートを畳もうとしたらいきなり突風が吹いてきまして、あの、ポール折れました。もう最悪。見てこれ。最悪なんですけど。いやー、マジか。泣きそう。泣きそう。我が家の今の家計に、その、ポールを買い直すという選択肢はない。いやー、やばいなー。まあ、そんな高いポール、あの、あれじゃないんですけどね。あの、ポールじゃないんですけど、それでもやっぱりね、いやー、泣きそうです。折っちゃいました。折っちゃいました。一瞬、揺らした隙に、もう、あれやね。折っちゃったね。まあ、ちょっと変えないんで、ちょっと低めにポールを立てるっていう方向性で、ちょっと頑張ろうかな。うわぁ。ねえ、やっちゃったわ。ほんまに。おかげで順番逆になってしまった。周りに人も少なかったし、誰もおらんからよかったけど、怪我とかさしたらね、あれだしね、怪我せんだけでポール1本で済んで、まあ、ポール君が、あのね、他のすべての人柱になってくれたらと思ったら、まあ、安いもんですか。ですぐ栄養に考える男。
嫁によく言われるのよ、ええように考えるねあんたって、自分の都合のいいように考えるそういうタイプです、物事の出来事は全部私の都合のいいように動くと思っています、回っていると思います。皆さん、このね、ワンタッチテントってめっちゃもろいんで、私の真似したらダメですよ。ぎゅう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 に詰め込んでいくって言ったらダメで、もうちょっと今回はね、あれちょっとペグをまだ抜かなきゃいけないんで、この状態で一旦ね、直します、片付けます。関西のことで直すっていうね、片付けることもね、何か修理するわけじゃない、なんか言われたんですよ、いや直すって関西しか通じない、冷たいことを冷やいとか言いません、言いませんよね。お、びっくりして、なんかすごいっていうこと、ざまんなとか言いません、言いませんよね。
カメさん、ごきげんよう。またね。